枕単品で選ぶことって不可能なんですね。マットレスを買った時にしか選べないんですよ。ということは下の硬さによるから、はい、お客様が枕だけくださいって言われてもなかなかぴったしなものは選べないと。こんにちは。こんにちは。インテリアの話の時間です。今日はですね、上野と和田と、はい、和田さんと2人でですね、今日はお送りするんですが、はい、和田さん今日はあれだね、新宿ショールームだね、ここね。新宿です。これ7階でしょ。7階です。7階はベッドとかあとは新装品の新装品のね、寝るところがに特化したね。そうです、あのフロアだよね、はいはい、で今日はですね2人でですね、枕の選び方、まあ、人気の商品を今日いくつかね、そうですね、紹介していただくプラスどうやってやったら選べるんだろうと、はい、いうことをレクチャーしていただくということでよろしいですか。はい、大丈夫です、はい。でもね、難しいんだよ。そうですよね。だってね、枕買おうかなと思うでしょ。だけどさ、ご自分のどこがどのぐらいの硬さのところで寝てるかってのは分かんないから、分かんないんですよ。枕だけ借りたところで合わないっていう方結構いらっしゃるのよ。枕単品で選ぶことって不可能なんですね。やっぱりそうなの。はい。で、どういうこと、いつ選ぶの。マットレスを買った時にしか選べないんですよ。あ、そういうことか。あ、で、マットレスを買い替える時のは一番最適な枕を選ぶ時期なんだね、はい、落ち方が違ってくるので、ね、ああ、そっかそっか。だからそれもね、ちょっと具体的にいろいろ教えてくださいよ、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、ベースになるマットレスはどれを使って、はい、じゃあちょっとこのマットレスをちょっと皆さん寝てもらいたいんですけど、これはなんかすごいいや、これあのこれすごいやつだ。最高級のマットレスなので、このレガリアのこれはなんかなでも真ん中にね、見てもらって枕を今日はですね、カメラさん3型ご紹介します、ね、で、これはちょっとどちらかというとなんだろうな、少しふっくらというか、そうですね、そういう優しい優しい感じのマットレス、はい、のようで今試してくれるのね。そうです。わかりました、わかりました。体に優しい。なるほどね、わかりました、はい。最近体に優しいタイプのマットレスが流行ってるってこともあって、あ、そうか。人気のある枕っていうのがだからこういう感じになりますっていうのはわかりやすいかと思います。なるほどね、はい、わかりました。よろしくお願いします。わかりました。で、基本的にこれさ、でも枕いらない感じの。いらないですよね。ただ首の後ろに腰がやっぱ首の後ろが心もとないって方も結構いらっしゃるんで、うん、でね、この辺の顎とかが何度とかってよく言ったりするじゃん。はい。で、どうだ。5度から10度台。5度から7度です。これ今どのぐらいなの。まあ、どれぐらいですかね。ちょっとでも、まあ、でも5度ぐらいだと思いますよ。まっすぐではない。本当はなくてもいい。なくてもいいですけど。いいはいいの。いいです。おー、これぐらい気持ちいいもんな。なくてもいいぐらいなんですけど、でも首の後ろにやっぱり隙間がね、どうしても。あ、やっぱある。若干。あ、なるほどね。あ、それを埋めてあげましょうってことなのか。そうなんですよ。で、ちょっとね、これがちなみに大塚で一番人気の枕で。これ気持ちいいね。これで5度ぐらいになったんじゃないですか。全然これ隙間が空いてる感じがしないもん。はい。横向きになる時もしっかり肩が中に入り込んでくれるので、うん、ちょっとやってみていい？いいですよ。肩が中に入り込んでくれるので、あれあれ、これすごい気持ちいいよこれ。はい、気持ちいいですよ、ね。ね、これちょっと枕ちょっと取ってみてよこれ。取っていいですか？取、うん、った時に、うん、あ、これ入っちゃうわ。少しやっぱり、ね、これ入っちゃう、全然入っちゃう。もう一回ですか？もう一回入れちゃっていいですか？うん、はい、あ、これすごい気持ちいいね。気持ちいいですよね。でこれ今までで一番気持ちいいかも。ちなみにこの枕ってハイタイプがあるんですよ。うん、あ、これは何？ロータイプなんです。あ、ロータイプ。2型あるんですけど、ちょっとね、ハイタイプを持ちますね。あ、なるほどね。で、ハイタイプにすると上野さんがどうかなんですよ。これって皆さんは結構まちまちなので、あ、人それぞれだよね。人それぞれ、もちろんもちろん。ただ一応一番売れてる枕は今の枕で、失礼しますね。あ、ロータイプ、ね、はい。で、今からハイタイプ、ね、はい、はい、どうぞ。あ、これはこれでいいけど、でもさっきのに比べちゃうとちょっと高い感じするな。そうですね、僕はね、僕は横から見た時に少し角度がついてるんで、うん、僕はさっきの枕の方が合うと思います。分かった。だからこういう風に選ばなきゃダメだってことだ。そうなんですよ。ということは下の固さによるから、はい、お客様が枕だけくださいって言われてもなかなかぴったしなものは選べないってことだ。そういうことです。固めなマットレスでもし寝られる場合っていうのは、うん、上野さん、隙間って開くと思いますか？開かないと思います。隙間は開く。開きますよね、うん、で、その隙間って埋めてあげなきゃいけないじゃないですか、うん、そうするとある程度厚みのある枕の方が、そういうことかっていうことなんですよね。どうだ、ふっくら優しいマットレスは比較的低い目がいいですよ。はい。硬いタイプのハードめの人たちをお好みの方は少し高めがいいですよってこと言ってる。そうなんです。あ、分かりやすいじゃない。分かりやすいですよね、うん、なのでこの2つだと実はさっきの枕の方がいいのかなと。なるほどなるほど。今のね、でこれ大体何でできてるの。中低反発フォームと高反発フォームってゆっくり沈んでいくっていう。あ、そういう感じする。なんかグニャ、はい、グニャっていう。そうですね、うん、ただしっかりあの反発力もありますしね、ゆっくりと沈んでいくいいんだね。でこれはね、メンテナンスも簡単なの。簡単です。あ、特にあの周りの部分のカバーだけ、うん、あの洗うこともできますし。あ、洗えるのね、はい、あ、中の本体は洗えないけど、カバーだけ洗っていただいて、ね、ごめんなさい、ちょっともう一回ロータイプを入れていただいいですか。ロータイプ一番人気なんで、一番人気からちょっと試してもらったんでね、あれですけど失礼します、うんうん、
僕がね横から見てもね上野さんやっぱこっちの方がいいんです。あ、これ気持ちいいやつだ、これいいですよね、これ気持ちいいやつだよ、これはもう一回横向きになってますよ、横、あ、こういう時にさっきより角度がやっぱりね薄いんで、あ、これずっとこう平行になってる感じするよね、はい、あ、これはしびれない感じするな、いいですよね、うん、だこれがまず一番人気なんですよ、ね、あ、分かった分かった、これいい人気の秘訣が分かりました、はい、でちょっとですね、うん、あの最近出た枕で、はいはいはい、ご紹介しますね、今度は次に、うん、クレセントっていう枕で、あ、三日月だからだな、まあ、クレセント、あの三日月になってシームーンだね、はい、はいはい、でこれすっごいまずね持ってみてください、すっごい軽いんですよ、本当だ、で先に言います、こで持ち運びができるってことって言うの持ち運びはできますけどあんまり持ち運びするわけそうだね、ちょっと、うん、あのこれちなみに先に言いますけど丸洗いができます、あ、これごと丸洗いが、ワンちゃんとか、あ、衛生的だね、衛生的、失礼します、どうぞ、あれこれもいい、ちょっといいか、これ首のところがこうえぐれてるじゃない、首グッと入んね、入ります、でそこの部分がメッシュになってるんで涼しいんですよ、あ、ここの何グレーのところ、はい、ああ、そういうことか、あ、こう何サラサラしてるわけだな、で先ほどの枕って、うん、高反発と低反発って話したじゃないですか、うんうん、これは低反発です、これは低反発、ゆっくり沈んでいくって、あ、そういうこと、ということは頭上げるとゆっくり戻ってくるってことか、そうです、あ、低反発ね、はい、でこれもハイとローがあるの、あります、でこれもローです、あ、これがローか、ローです、ローです、あ、でこれも多分ねローぐらいでいいと思うんですよ、いい、ね、で横向きになってみてください、特にこれさ三日月の部分が肩入りやすいな、入りやすいですよね、うんうん、横向きになった時に気持ちいいなって方もいらっしゃる、ね、あ、そうだね、ちょっと今実際ね上向いてる時はね、あ、先の方がいいかなと思ったんだけど、ちょっとこれ横向くとねここ入るな、でこれで実はね上野さん今いいこと言ったんですよ、うん、入眠って言って、うん、上野さんって、うん、さあこれから寝ようと思った時まずどういう寝姿勢になります、うん、横向きだね、あ、そうするとね寝てる時ってほとんど横向きなんです、あ、そういうもんなの、そうすると何が言いたいかっていうと、うん、マットとか枕迷った時は、うん、横向きで気持ちがいいものを選んでくださいって申し上げます、そういうこと入眠の時の姿勢が多分メインの眠りなの、比較的やっぱ多いんで、今それを聞き出したのはねすごくいいことだったと思います、あ、なるほどね、気持ちいいですよ、気持ちいい気持ちいい、これはこれでいいんですよ、ただ、はい、さっきの枕と成分が違うんで、うん、首から上にかけての落ち方と首から下にかけての落ち方ってやっぱ違うわけですよ、なのでそこもやっぱ好みなんですよ、ね、さっきの枕の方が良かったよとか、こっちはじわーっていくんだね、はい、さっきはどちらかというと一瞬でほら落ちてくれる、そういう部分ですよね、これもお好みですよっていうね、はい、あ、分かりました分かりました、もう一つすいません、もう一つ、でごめんなさい、これもハイとローがあるんだよね、で今私が寝たのはロータイプだね、はいはい、分かりました、大体最後に持ってくるんだからとてつもないものをおすすめするんでしょ、とてつもないです、とてつもないの、とてつもないです、なんかあのえっていうふうに思うかもしれません、ほう、これそれなんか普通の枕って感じですよ、一見なんかちょっと普通っぽくないですか、全く普通に見える、一見普通っぽいんですよ、普通に見える、でなんか多分中に入ってる素材とかって、うん、なんかどうなの、なんかいかにもっていう感じのものを皆さんも想像されるかもしれませんけど、まず上野さんこれちょっと持ってみてください、持って意外と重たいんです、重いね、意外と重たいんです、あとなんかね芯がある感じがするよ、さすがです、当たり、当たり、芯がある感じがする、でこれいきますよ、うん、失礼します、あ、もうちょっとです、すごいの、すごいです、すごいの、はい、このマットって柔らかいマットだから、うん、こんなに分厚い枕っていらないんじゃないのっていうところなんですけど、うんうんうん、でもねこうグーッと頭を置くとスッと下がってなんか芯があるっていう感じだよこれ、そうですね、これ実は、うん、一番最初にご紹介したアダプティブだったじゃないですか、うん、あったあった、一番最初、あ、これ気持ちいいなってたやつ、はい、これの成分が実は芯の中に入ってて、あ、中がこれか、でも似てるもん、で周りがファイバーなんですよ、うん、あ、そういうことか、ファイバーって、うん、ゆっくりこういう風に沈んでいくっていう、低反発のような感じなんですけど、ファイバーだけだと硬くなっちゃうんですよ、すぐ、あ、そうなの、はい、そこにこのアダプティブに入ってる低反発高反発の成分を中に入れることによってしっかりとその位置まで、そういうことなんだ、はい、どうだ、それが真ん中に入っててその上下にファイバーがあってこうやってふっくらしてるんだ、そうです、だから実はこれだけの厚みがあるんですけどそこまでは要は高すぎない、もう全然高くないよ、ちょっと横で、横だけです、ほら全然大丈夫で、ファイバーって柔らかいからさ、はい、肩もほらすごい気持ちいいもんすごい気持ちいい、これいいねそうなんですよ、なので本当に言葉で上野さんの言葉を借りるならば、うん、ハイブリッドです、あ、そういうことか、はい、ファイバーとアダプティブ、究極だな、え、今までなかなかないこういうのなかったです、だけどね、こんだけこうさ究極なこの厚みのあるマットレスでゴージャスでしょ、バランスがいいよ見た感じの、確かにね、なんかそう思わない、それはありますよね、あるよね、はい、だそういうもう映えするよ、はい、見栄えもしますよ、なるほどね、このようにカバーがつけて、いやー勉強になった、これ洗えんの、
洗えないです。これこのまま。これ洗わなくていいです。もう全然もう問題ないの。はい。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、ね。ただ枕はね、上野さん、できればなんですけど、うん、まあ3、4年に1回ぐらいはお買い替えしていただくのがいいですね。そうだね。頭こうついてるから、ここやっぱり衛生的だよね。衛生的、衛生的とかやっぱりいつも衛生的で痛いもんな。お顔周りで衛生面で一番大切じゃないですか。ね、あとあれだね。まあ、今3、4年って言ってたけど、あの姿勢が変わるじゃない。はい。あの人間ってね、こう姿勢に応じて適度に買い替えられた方がいいですよ。買い替えた方がいいですね。よくわかりました。で、これも何ハイとローがあります。今日ご紹介した3型は全てハイとローがあります。で、これはちなみにどっちなの？ハイです。あ、これは高い方なんだ。でこれでロータイプだとまたちょっと違うね。ロータイプは先ほど の, そのアダプティブホームって最初ご紹介したローの部分の詰め物が入ってると。ハイタイプはハイの部分の詰め物が入ってると。分かりやすく言う。あ、そういうことなの。その周りをしっかりファイバーピローで囲ってますよ。なるほど、なるほど、分かりやすい、分かりやすい、分かりやすい。なるほどな。究極なんですよ。だからハイブリッドってそこなんですよ。なるほどね。あ、よく分かりました。はい、ということで今日はこの3つ、はい、まあ、それぞれハイとローがあるから、まあ、全部でね、人気の枕3つなんだけど、ね、それぞれハイとローがあるんで6種類ですよ、ね、ということですね。原さん、すごい分かりやすいのよ。で、これじゃあ枕買い替えてみようかなって本当思ったの。あ、ありがとうございます。で、こういうご案内って本当にさ、まあ、スリープアドバイザーってついてるから和田さんも当たり前だけど、みんなことができる。できます、できます。まずはその枕だけ買いに来られる方で、うち、ん、でマットレスを買ってない方がいるとするじゃないですか、うんうん、そうした場合はどういうものを使いいただいてるかっていうところから話をさせてもらって、でこのぐらいの硬さですか、このぐらいの硬さですか、はい、とかいろいろ寝ていただいて、あ、このぐらいかしらっていうところで、はい、ご案内してくれる。そうです。で、うちでお求めいただいてる方に関しては、うん、以前お求めいただいたマットレスがデータとして残ってるので、なるほど、このマットレスが以前何々様がお求めいただいたものですよってことでご紹介ができるので、遠距離からね、もうお引越しされて、なかなかあの近くにあの大塚家具の事業部のショールームがないですよという方はデータを見ていただいて、この枕おすすめじゃないですかっていうのは、あのそのなんていうの、 LINE とかそういうズームとかでもご案内できるってこと？まあ、枕なんでね、できれば来てほしいという山々なんですけど、うん、そういった話はね、当然できますから、うん、メールとか LINE とか、そういうことでご案内できますよ、はい、だからお気軽にお声かけてくださいっていうことですね。今後もですね、有益な情報をしっかり、お客様にお伝えしたいと思います、はい、お気に入っていただいた方は、チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。